皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴーです。2の国2パート19やっていきたいと思います。今回はちょっと裏で、めっちゃ進めまして、見てください。王国レベルがついにねレベル3になって、ものすごい大きな宮殿になってきました。すごいよね。レベル3がマックスなんかなとか思ってんけど、そうでもなくて、なんかねレベル4もあるみたいで、これよりさらに豪華になるみたいですね。今からめっちゃ楽しみやわ。どうしよう。ほんでね、服装も、ちょっとねその辺を探索してたんですけど、まずエヴァンの服ですね。なんか砂の国の王族の服かなんかやったかな。で彼女と、あとガットもね服装、あそうやそうや、ローランの服もね見つけて、どのキャラで今日行こうかなと思ったんやけど、まあちょっとね今日はエヴァンとローランとガットで行こうかなと思います。前回はゴロネル王国についに潜入することができまして、内部の調査を行ったところで終わっております。なんかねイベントが発生したので、なんか配達かな、まあ、このフクロウ亭の店員の話を聞こうというのをとりあえずやっていきたいなと思います。それではレッツゴー。はい、ゴロネル王国に到着しました。このおばちゃんやったかな、話しかけていきましょう。あの頼み事って何ですか？お、無視しないで話を聞いてくれるってことは私の頼みを引き受けてくれるってことね。いいからいいから、はいこれ。ハイドさんへのお届け物を手に入れた。これは当店名物お魚ベーグルよ。これをニャオ族のハイドさんに届けてもらいたいの。ちょっと訳ありで姿を隠してるかもしれないけど、多分そんなに遠くには行ってないはずだから。黒い尻尾が特徴のニャオ族だから見ればわかると思うわ。お代はもう受け取ってるから渡してくれるだけで大丈夫よ。なんや完全にお使いやんけ。よろしく。無事に荷物を届けたらまたここに来てちょうだい。お礼をさせてもらいたいからさ。しょうがないね、ハイドさんを探そう。せやな、ほとんどニャオ族がおらんからすぐに見つかるやろ。はい、ということで、第一ニャオ族に会いに行く感じかな。探していきましょう。どれどれ、おったこんにちは。めっちゃ隠れてね。黒い尻尾、あなたがハイドさんですか？いや、まだ何もやってないから見逃して。おい、落ち着き、わいらはベーグル届けに来ただけや。んベーグル？フクロウ亭のジーナさんからお魚ベーグルをあなたに届けてほしいって頼まれたんだ。なんだびっくりした、てっきり兵士が追いかけてきたのかと思った。ありがとな。どうもありがとう。ハイドさんへのお届け物を渡した、ね、ちょっとだけ話を聞かせて。君たちニャ族は今この国でどうなっているの？へえ。君外国からのお客さん？国内の出入りが制限されているのに珍しいね。中断制限が始まってからというもの、ニャオ族は安心して街を出歩くこともできない状況だよ。さっきだってお魚ベーグルを買おうとしただけなのに、マウ族の兵士に妙な疑いをかけられて逃げてきたんだ。それで買った商品を受け取らずにここに隠れてたんだね。うん。ああ、ほとんどのニャオ族は住んでいた家を追われて町外れのスラムで生活しているんだけど、スラムの前を兵士が見張ってるから、旧地下水道を通ってこっそりと町へ出ては食べ物を買ったりしてるってわけさ。うん。それで町にニャオ族の姿が見当たらないのか。はあ。本当はベーグルじゃなくて新鮮な魚が食べたいんだけどな、なかなか手に入んないんだよ。はあ。おっと、あんまりおしゃべりしてるとまた兵士に見つかっちゃうな。じゃあな。それじゃ、縁があったらまた会おう。じゃあな。ほな、ジーナさんとこ戻るとしようか。なるほどね、旧地下水道、そこを通っていけばあのニャオ族がいっぱいおるとこに行けるわけね。けどあれやな、エヴァンもお魚好きなんかな。食べてるとこみたいな。
はい、こんにちは。届けてきたよ。ん？おかえり。ちゃんとベーグル届けてくれた？うん。うん。ハイドさんに渡してきたよ。ありがとね。押し付けてすまなかったね。本当に助かったわ。それじゃ、約束通りお礼をさせてもらうわね。遠慮なく受け取ってちょうだい。やっぱそうやろな。思ったわ。お魚ベーグル届けたお礼がお魚ベーグルかいな。いいじゃないの。最高に美味しいから食べてみてよ。それで気に入ったらまた買いに来てよね。って試食かい。あいつがほんまに竜になったんか。ハイドさんから聞いた話によると、ニャウ族のスラムにはマウ族の見張りがいるらしい。けど旧ゴロネール地下水道を通れば兵士に見つからずにこっそりとスラムに行くことができるって。自由に町に出ることすらさせてもらえないって。それってほとんど牢屋みたいなもんだよね。ええ、下手に兵士に近づいて怪しまれては困りますから、スラムに行くなら我々も旧地下水道を通るしかありませんね。うん、うん、はい。ということで、ニャオ族の境遇かな。旧地下水道にじゃあ行きましょう。どこやろな。お、何やら怪しげなところがありますね。どれどれ。この先モンスター出没につき、立ち入り禁止と書かれている。行きますけどね。旧ゴロネール地下水道。なんか一番最初に逃げてきたあのホラー穴みたいね。へえ。じゃあやっていきましょう。この敵はスルーできんね。はい、じゃあサクサク進めていきます。なんやこれは。これは、うん、多分ご先祖様の像だと思う。全然体格ちゃうやん。この食材がいかにも何かありますって感じね。ねえ、試しに火をつけてみない？ファクトリーで教えた灯火の号令が使えると思うわ。じゃあやっていきましょう。何が起きんの。15という数字が刻まれてる。こっちは15。あ、全部一緒か。あ、じゃあとりあえず火つけてみましょうか。順番があるんかな、この数。やったー。やっぱり食材が扉を開く鍵だったんだ。うーん、あー、なるほど。刻まれた数字は制限時間の秒数か。はいはいはい。でもまあ15秒とかで全然いけそうですね。じゃあ先に進んでいきます。うん、まずここに1個食材があって、でこれあれやね、先に敵殲滅しといた方がいいね。なるほど、3つあるけどそれぞれ違う部屋にあるのね。ちょっと難易度が上がるか。そしたらはいはい、ここに2個目ね。でこっちに行くと、はいはい、あのまた豚さんがおる。3個目ね。はいはい、了解。じゃあつけていきましょう。ちょっと待てよ。今のショートカットがあるってことは、こっちからつけたらあかんパターンやな、多分これ。逆に、最後からつけていって、で、あのプロペラのところで、一番最初のところに戻るんが、多分正解のルートちゃうかな。そんなことない？ちょっとやってみましょうか。まずは、ここをつける。
25秒、ちょっと短そうやもんね。でここで灯火使って、で2個目をここにして、でさっきの風起こしのとこで1個目のとこ戻る。よいしょ。やっぱそうやんな、10秒8秒とかやから絶対そうやん。 OK、 これで成功。あ、ほんでこっちが進むべき道やん。やっぱそうやさ、よかった。今のは？奥から聞こえたよ。助けに行かなきゃ。くそ、ここも食材の仕掛けになっているのか。はい、ということで食材の仕掛けですね。また3箇所か。とりあえずこの上っぽいね。さっきみたいに一癖あんのかな。なんか素直に行ってもこう行かれへんみたいな。まずここやね。まあ、ここは普通に行ったらいいでしょう。先にね、じゃあ他のとこ見つけていきましょう。あ、この部屋に2個目ですね。なるほど。ルートはどうしたらいいんかな。こっちっぽいよね。だからやっぱ奥からつけていって、でさっきのとこに戻る、一番最初のとこに戻る感じかな。でここに3つ目。他の部屋は何かあんのかな。なんかちょぼあるね。行ってみましょうか。ここは？あ、やっぱそうやん。ほら、吹き出しがある。絶対ここ行かなあかんってことで。ってことは、とりあえずこれを発動しといて、で、2つ目に見つけたとこかな。あそこからスタートする感じやね。じゃあ行きましょう。ではまずこの2つ目の部屋から行きましょう。45秒、火をつけますか。はい、よっしゃ。さっきも結構ギリギリやったからね、急ぎましょう。で、2つ目の部屋がここと。よいしょ。で最後は、一番最初の部屋やから、このね、何やったっけ、水鉄砲に乗って、多分名前ちゃうと思うけど水鉄砲に乗っていきましょう。よいしょ。残り時間の半分と。あ、これ余裕やね。そしたら、あ、そうでもないか。ほっ、10秒。やっぱここでしかクリアできる感じだね。なかなか裏変えてきよんな。じゃあ開いたんで先行きましょう。襲われたんはハイドさんかな。お、なんか化け物おる。なんやこいつ。いや、来ないで。待て。ねえ、今のうちに早く隠れて。あ、はい。エヴァン来るぞ。さあ、魔晶器モンスターかな。あ、普通のボスか。なんかややこしそうな来たな。フェアリーに振ってたっけな。アトモスクイーン。じゃあボス戦行きましょう。じゃあまずはバリアをこれでつけて、ヘイ。雑魚の相手よりボスの相手を集中した方がいい。痛い。前に飛ぶやつじゃないんだ。じゃあ遠距離魔法でやっていった方がいいんだな。火属性のこいつで。あ、でもそんな食らってない。普通に切った方が強そう。おお、結構出してきよんな。見えへん見えへん。こいつまだ近接のね、技しかあんまりいいの覚えさせてないんですよ。おー、やめて。ふっくりした。よいしょー。まあまあ食らうけど、こっちも食らってもらう。
おっと、すいて、なかなか強いな、舐めとったらあかんね。周りの敵はどっちかやったらあれやね、揚力圧 MP、 あやばい、たでも39しか来ない。あ、やった、覚醒玉。あ、じゃあこれで火柱を、間違えた、火柱を出しまくってやりましょう。いい感じ、いい感じ、もう一発、 OK、 ありがとうございます、命の恩人様。うう、メグはもうダメかと思いました。危ないから一人で地下水道を歩くなって注意されたのに、言いつけを破っちゃって。怪我がなかったみたいでよかったよ。はい。ところで、皆様はどうしてこんなところに？うん。私たち、ニャウ族のスラムに行くとこなんだ。ん？え？あんな場所にわざわざよその人が来るなんて。あ、でもそういうことでしたら、後で私のところに来てください。さっきのお礼がしたいので、絶対来てくださいよ。じゃあ、メグはお先にスラムに戻ってますね。あ、あ、ちょっと。一人で行っちゃった。大丈夫かな？はい、ということで、メグさんを救出できました。もうすぐでね、スラム着くみたいなんで、こっちの道から行きましょう。よっしゃ。あ、出口いいね。ここがニャウ族のスラム。こんな狭いところで大勢のニャウ族が生活してるのか。地下水道とつながってるからカビ臭くてジメッとしてるよね。これならフージャン谷のアジノの方がずっとマシだよ。それじゃあニャウ族の人たちにも話を聞いてみよう。はい、じゃあ聞き込みですね。ほんまや、みんな猫の人ばっかりや。ちょっと話聞いていきましょう。あ、命の恩人様。あ、さっきの声。さっきは本当にありがとうございました。はい。あの、お礼にこれを受け取ってください。メグの感謝の気持ちです。印やった、桃色を手に入れた。ありがとう。ありがとう。でも今は魚もなかなか手に入んないんでしょ。これは受け取るわけにはいかない。気持ちだけもらっておくよ。え、いいのですか？返したんかい？ありがとう。お心遣いいただきありがとうございます。恩人様の言う通り、今や魚はとっても貴重なものなんです。この魚は、メグのお母ちゃんの大好物で、やっとの思いでそんな渡すなよ。食いにくい。手に入れたものだったんですよ。ちゃんとお家に住んでた頃はよく食べていたんですが。ねえ。君が住んでいた家はどうなったの？それが突然兵士が来て追い出されちゃったんです。お父ちゃんは兵士に抗議したんですけど、そのせいで捕まってどこかに連れて行かれてしまって。そうだったんだ。メグたちはいつまでこんなところにいればいいんでしょう。中大員が王様を辞めたらお家に戻れるのでしょうか。はい、ということで一人目ですね。なかなか辛い生活をしてるみたいですね。じゃあ二人目話しかけていきましょう。このスラムって古い地下水道とつながってるから、たまにモンスターが入り込んで大騒ぎになるの。ちっこいやつなら大人がいれば大丈夫だけど、毒を持ったモンスターなんかいるらしいし心配よね。もしかしたら凶暴なモンスターが出てくるかもしれないし、子供もいるからもしものことを考えると不安で寝れないわよ。毒持ったモンスターおんのか。毒消し火のなんかアイテム持っといた方がいいかな。はい、じゃあ3人目いきます。中大院政権に変わってからマウゾフの兵士がやりたい放題で最悪なんだ。あいつら街でニャオ族を見かけると何もしちゃいないのに何癖つけてきやがるんだ。俺の友達も店で買い物を しようとしていただけなのに窃盗の容疑をかけられて捕まったしよ。
ほんと腹立つで。完全に冤罪だけど、それを訴えてもこっちが捕まるだけ。こんなんじゃ街を出歩くのも不安でしょうがないだろ。ニャウ族狩りといったところか。圧政を敷いたところで何も解決しないだろうに。すっかり腐ってんな。ニャウ族は今までマウ族を差別してきた。それに中団員の統治を歓迎しているマウ族も多い。でも僕は中団員のやってることが正しいとは思わない。今やってることはただの復讐だ。僕はこれを見過ごしたまま約定を結んでいいとは思えないよ。ほう。じゃあどうする。奴に復讐するか。あいつは父親アルを殺して国を乗っ取った。そしてここにいるみんなを虐げている。でも中団員を倒さないとゴロネールに平和は来ないよ。エヴァン。おい、お前の親父さんは人を見る目がないやつだったのか。え、なぜそんな中団員を自分のそばに置いたんだろうな。それは、ごめん、ちょっと一人にしてほしい。おい、おい、ローラン、あんまりエヴァンを追い詰めんなよ。どう考えてもショックだろう。ありゃ、いや、エヴァンなら大丈夫だ。やめとこ。俺が認めた王だからな。そりゃ俺もあいつのことは認めてるけどよ。もしかしてエヴァン様ですか。え、やっぱりお久しぶりです、エヴァン様。ラティエ、久しぶりだね。元気にしてた。ええ、エヴァン様もご無事で何よりです。兵士が噂をしていたのでもう捕まってしまったのかと。エヴァン様、この国に続けるのは危険です。中団員様はあなたを捕らえるつもりでしょう。心配してくれてありがとう。でも僕は王としてゴロネールと同盟を結ぶために来たんだ。ですが同盟関係は難しいかと。ゴロネールはいわば鎖国状態ですから。そう聞いてはいるんだけどね。ラティエはこの国の現状をどう思う。このままだとゴロネールのみんなは。エヴァン様のお気持ちはわかります。私は中団員様はきっと目を覚ましてくれると思っています。ラウゼオ様もきっとそう思っているはずです。父上が。ラウゼオ様はマウ族への差別を和らげるよう手を尽くしてくださった初めての王でした。マウ族である私がラウゼオ様の次女となれたこと、そして中団員様が大臣に選ばれたこと、ラウゼオ様以外の王では考えられなかったでしょう。でも中団員は父上がマウ族を操るためにやったことだと思っている。そんな、中団員様は誤解しています。ラウゼオ様はニャウ族とマウ族の溝を埋めようとしていたのです。いえ、ただの次女に過ぎない私の言葉より、ヘバン様の目でラウゼオ様の真意を見てもらった方がいいですね。エヴァン様、ラウゼオ様の手記を探されてはどうでしょうか。王家の墓に一緒に納められているはずです。父上の手記か。うん、それはいい考えだね。ラティエ、ありがとう。いいえ、お力になれて嬉しいです。どうか道中お気をつけください。来たか。なあ、気持ちは落ち着いたみたいだな。
うん、さっきはごめん。お前の言う通り大丈夫だったな。だろ？ねえ、みんな聞いてほしい。今からゴロネールの王家の墓へ行こうと思う。そこに父上の手記があるはずなんだ。僕は父上の気持ちを確かめたい。よし、じゃあ早速行こっか。よし、道案内は頼んだぞ、エヴァン。ストーリークエスト更新、父の神。何やらね、次はお父様の墓荒らしっていう表現で合ってるのかな。まあとりあえずそのね、墓を暴いていって、中の手記を見るという形で、今回のパートは終了とさせていただきます。なかなかあれやね、に青族が縛られてた場所っていうのは狭くてね、息苦しそうな場所でしたね。できるだけね、早く。横におった大臣やったらね、多分魔性剣に侵されてるのはあいつを倒すことになるのかな。それでは皆さん、次のパートでお会いしましょう。バイバーイ。まったねー。